東京都庁第一本庁舎をバックに満面の笑みを浮かべるのは参議院議員の蓮舫氏56.2枚目写真5月29日に挨拶回りの名目で都議会を訪れるとフライデーカメラマンに勝利を確信したかのような表情を見せたのだった7月7日投開票の東京都知事選は5月27日に出馬を表明した蓮舫氏と現職の小池百合子知事75 1による事実上の一騎打ちだと目されている小池都政をリセットする夏そんな東京都知事選挙に臨みたい出馬会見で小池知事に公選選布告するとその2日後には東京都議会を吸収諸敗の挨拶回りを行い共産党議員だから花束を受け取るなど蓮舫氏は熱烈な歓迎を受けた だが、元東京都庁職員で計画調整部長を務めた澤明氏は、蓮舫氏の姿勢に疑問を投げかける。挨拶回りが大きく報じられ、確かに同じ日に行われた小池さんの所信表明はかすみました。ただ、メリットはそれぐらい。今回の蓮舫さんの派手な動きは、プラスに働かないと感じます。 国会でよく青筋を立てて怒る議員が都庁で、はしゃいでいる、4万人もいる、都庁職員は、どちらが、本当の姿か戸惑うでしょうね。蓮舫氏が攻勢をかける一方、小池氏は、沈黙を続けている。本来なら29日の都議会初日で、出馬宣言をしたかったのでしょうが、蓮舫さんに先手を取られた形となり、出馬を明言できなかった。野党が言ったとされる。 情勢調査では、蓮舫氏を10ポイント上回っており、数字上は有利ですが慣れない受け身の選挙になると予想され、焦っているのでしょう。全国紙政治部デスク。両者とも、報道キャスター出身で、国政経験者。知名度は、申し分ない。小池氏は92年の初当選時に、ミニスカで、蓮舫氏は、タレント時代に、ハイレグで注目を浴びるなど、 共通点も少なくないが、二人とも王子の人気は保てていないのが現実だ。政治ジャーナリストの角谷光一氏が言う。蓮舫氏は大臣を7つも兼務したけど、事業仕分けのイメージしかない。発信力や論戦での畳みかける力はあるけど、政策には疑問が残る。小池氏も、高校の授業料無償化やコロナ、感染拡大防止協金などの実績を 作っているように見えるがあれは都の予算が北欧の国家並みに潤沢だからできたことそれに月刊誌などで指摘された学歴差症疑惑がボディブローのように聞いてクリーンなイメージに傷がついた実際都庁内にはどちらけムードが充満しているという都庁の幹部職員が明かす現場の管理職の多くは知事の思いつきと パフォーマンスに奔走させられる小池都政がまた続いたらたまったもんじゃないと思っているでしょう。かといって知事になったら仕分けをするぞというスタンスの蓮舫さんだと私たち役人も萎縮してしまう。ばらまきとの批判もありますが授業料の無償化に加え都内の18歳以下の子どもがいる世帯には一人に月々5000円の補助が出ている。 こうした補助も仕分けの対象になるなら有権者も支持しにくいですよ。前室の沢氏も決め手に書く選挙戦と都知事選を分析する。小池さんに代わる候補は仕分け人か、タレントか、元自衛官か選択肢が多くていいという人がいるけど実際は幅が狭すぎて都民も困るでしょうね。8年にわたる小池都政にピリオドが打たれるのか。 都民がギリギリの選択を迫られることは間違いない。